いや、これバラしたくない、これ絶対バラしたくない。よっしゃ使った、よっしゃー、でかい。おー出た、あー出た出た出た、おすげえすげえ、うわー、はーい、タイニーエルベットクローラー来ました。おはようございます。釣り子 TV です。先日のタイニー NZ クローラーにバッコシなね、動画に引き続きまして、9月に出たばかりのデプスの、最新坂又シャッドリアル6インチノンソルト、こちらのルアーを使ってね、非常にいい釣りができたので動画にまとめてみました。タイトルにもね、〇〇リグみたいな感じで書いてありますけども、答えはね、なんとフリーリグ。ね、今回坂又シャッドリアルをフリーリグで使ったところ50アップなんかもね飛び出すめちゃくちゃいい釣りができました。激濁りをねどうやって攻略するのか、そんな感じの動画に仕上がっておりますので、まずはねディーパーでちょっと水温とかね魚のいるいないなんかを調べてからスタートしますので、ぜひね、ご覧ください。それではスタートです。はいはい、釣り場についてまずやることは濃いっぱいいるな。ディーパーちょっと水温計代わりにね使いたいと思います。釣りをね本格的に始める前に Wi-Fi 拾って、はい、ちょっとディーパーでね水温調べてるんですけども、水温はね 26.8 度、8月中はねもう軒並み30度超えみたいな水温だったりしたんで、だいぶ9月になって涼しくなったんじゃないかなっていうところと、今ねこの縁に浮かべてね見てるんですけども、めっちゃ魚映るんですよね。なんか今土茶濁りでこれどうしようかな、釣りになるのかな、帰ろうかなって思ったけど、なんだかねやたら魚がいっぱい映るんで、まあ鯉も見えてるんで鯉とかヘラブナとかかもしれないんですけども、まあ、そういう時バスもね必ずその一緒に泳いでたりするんで、ちょっとね、この水温を、参考に釣りをスタートしたいと思います。こんなに何かいるの、ちょっと投げてみようかな。ああ、まあそこはさ、すっげえ浅いな。あ、そっかそっかそっか、あそこそうだよ、浅いね。うわー、なんかすげえ魚映んな。ちょっと何でしょうか、上のレンジから下のレンジまで魚映りまくりです。中層にいるね、なんかね、まあ今目に見えてでっかい鯉がいっぱいうようよしてるの見えてるんですけど鯉まあまあまあやってみたいと思います。魚はいるみたいですね。はいはい、水温はねやっと30度を下回ったという感じですね。じゃあ釣りの準備をしていきたいと思います。ディーパーね、今日ね試してみたいのが出たばかりのねデプスの新製品、坂又シャッドリアルの6インチノンソルト。こんなカラースケルトンワカサギっていうねカラーが買うことができたんで、これをねちょっと試してみたくて、超リアルですね。はい、スケルトンワカサギ出してみたんですけど、これやばくないですか。うわー、ちょっと高えなと思ったけど、こんな丁寧なカラーリングしてくれるんだったらね、ありですね。水濡らしたらこれさらにいい感じなんです。ちょっと、うわ、このしずる感というか、なんていうんですか、すげえな。うわー、これは超釣れそう。スケルトンワカサギの坂又シャッド、リアルノンソルト。ねえ。これをリグっていきたいと思いまーす。すげえぜ。はいはい。でね、針はね、40番推奨なんですけど、今回はね、ワーム 34R のですね、60番、
サバースキャットとかね、なんだろう、まあ、ブルフラットとかでも使うかな。信頼のエリートツアーシリーズね、ガマカツのワーム34 60ね、これで合うんじゃないかなって。こうスリットがしっかり入ってるか、こういうナローゲームの針でもね、いい感じ。あー、なんだろう、自分的にはここに来てほしいっていうあたりにフックポイントが来そうなんで、改めて60番。今日はフリーリグにしようと思います。これね、なんだろう、なんとなく買った7グラムのフリーリグシンカー、すごい濁ってるんで、濁りが入ってるんで、ノーシンカーで表層をタンタンっていうよりも、ちょっとバスに水中で見せる時間を作りたいので、7グラムのフリーリグ、ほいで、頭から、こういうのまっすぐ綺麗に刺すとね、綺麗にね、ダートして、こっから坂又シャット、こっから針抜いてねっていうね、ガイドがポッチがついてるからね、すごいねセットしやすいですね。ほいで、だいたいここら辺かなっていう目星をつけて、背中にズドンと針先隠す、こんなんでいいんじゃないかなってね。ラインはね、20ポンドクロロカーボンね、アブソルト、こんな感じのリグでちょっとやってみたいと思います。イエイ、いませんか。あー、すげえ濁り方だな。水温ね、ディーパーで測ったら、まあ26度台後半になっていたんで、すごい活発に、夏のあの30度超えみたいなタイミングよりは餌を追いやすい水温じゃないかなって。何より魚がすげえたくさん映ったから、ちょっとすげえ濁りなんで帰ろうかなと思ったんですけど、せっかく来たんでね、あと魚もよく映ってたんで、この出たばかりの坂又シャット試してみたいと思います。まあどうかな、これなんかドヨーンとしてるな、ドヨドヨーンだね。あ、でもね、さっきもここで見たんだけど、鯉はいるからね、鯉の下にさ、なんかよくデカバスさ、俺は鯉ですよみたいなさ感じでいたりするじゃないですか。そういうのがこう糸をペンとね弾いて当たってくんないかな、ね、まあバスの目の前にさえこうルアーが届けられたら、絶対このリアルシルエットってワンチャンあると思うんですよね。なんというか、こういう縁とかで食ってくれそうな気するんだけどな。もしくは対岸で水がちょろちょろって落ちてる、そんな様子のところがあるんで、そういうとこに静かにスイーって落としたら、スイーって糸持ってかないかなとかね、そういう妄想イメージでやってみたいと思います。ここね、水深何気に4メートルから5メートルぐらいあったからねそれになんかバスがとどまるような流木とかが見えないけど紛れ込んでたら、そういうのにくっついてんじゃないかな。まあなんか気持ち、小バスとかが嫌な気分になるような、そんな濁りじゃないかなって。この
感じで入れるんだったらでかい人オンリーよみたいな、そんな感じの濁りに見えるから、丁寧にね濁りを味方につけれればワンチャンあるんじゃないかなという仮説のもとにやってみておりますが、気分はここどちらかっていうと、あのちょっと住んでる感じで三重バスを虫ルアーとかでね釣るとか、この時期ね、うん、沈む虫系とかでひたすら入れ食いとかさ、そういうイメージのポイントだから、ここまで濁っちゃうとちょっとどうしていいのか分かんなくなっちゃうけど、まあ鯉はいるしねっていうのを心の頼りにねやってみております。フリーリグシンカーでちょっと下の層をトントンとしてみたいな。競争だとあれだけど、ちょっとレンジ入ったら食ってもいいよなんてやつがいたら、鯉みたいなのはよく見えてるから、あの鯉の下とかにいないのか、もうあれも鯉なんだよね、姿が見えてるか。イメージとしてはヒュンヒュンヒュンシューゴーンっていう感じの当たりの出方がないかなと思ってちょっとやってみてるんです。鯉はもごもごしてんだけど、で見つけらんないだけでバスも結構いると思うんだよな。よっしゃ食った、うわよっしゃ、おお食った、でかい、やったよいしょ。はーい、坂端シャッドの、リアルにがっつり食ってくれましたよ、イエーイ。ねえ、あー、このぶら下がってるのを見えるようにこうフリーリグですね、こう表層でねちょっとノンソルトを生かして釣りたかったんですけど、なかなか反応しなくて、ポケットに入ったねこういうフリーリグに使えるシンカーをプラスしてちょっとレンジを入れたところ、ダーン、
いやー騙してくれたね。結構濁りがきつい状況なんで、こう見せて食わすっていうのは厳しいかなっていう状況で、しっかりとね水中でこのリアルな存在感を出してくれたんじゃないかなと思いますって、いろいろ釣れたんで語っています。イエーイ、坂又シャッドリアル6インチか。いやーやったね。じゃあね、逃がしてあげます。こんな感じでね、釣れました。じゃあちょっとこいつはね逃がしてあげます。イエーイ。はい、でね、タックルはねこういう感じで、ジーニアスプロジェクトのグラビアスね、ベイトリールに20ポンドのアブソルートのフロロカーボンラインが入っていて、で竿はですねこれロデオクラフトのホワイトウルフの、17ポンドクラスね、でこのね6インチの新しく出た、リアルカラーをまとったね坂又シャッドノンソルトに、これねガマカツの針ですね。こんな感じのセットでやっております。それではね引き続き濁りバスを探していきたいと思います。イエイ。はいはいはい、いやー釣れてくれた釣れてくれたね。え、実はですね、前回ちょっと今日につながるようなヒントがあって、それでねなんとか釣れたんですけど、まずはこちらをご覧ください。坂又シャッドリアルスケルトンワカサギで、水晶フックはね40番なんですけど、ちょっとなんだろう、沈めたいなって、ノンソルトでね結構上のレンジを泳ぐルアーだと思うんで、針の重さも含めて少しね沈め込みたいなと思って、50番で、動きが従来の坂又よりシュインシュインシュインって感じでね飛ぶ、ちょっとこの濁りだと分かんないと思うんですけど、すげえダッ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 ってね、なんかノンソルトの恩恵全開って感じで、すげえ横、おっ、食った、おお、いるんだ、お油断した。いやまさかねえ、ちょっと濁りもすげえしなんて思って、あ、いるんだね。ちゃんとはやってるんですけど、はあ、今バラしちゃったな。こうミャンミャンミャンって飛ぶんですよね、ミャンミャンって電光石火のように。どうしよう、なんで今びっくり合わせで合わせいらなかったな。はい、前回来た時濁りの中でこれをノーシンカーでツイーツイーって使ってたんですね。で、バイトはあったんだけど、うまいことねフッキングできなくて、なんていうのかな、重りをつけてしっかりとドゥンドゥンドゥングッてしっかり持ってこさせるようにすればあいつ釣れたんじゃないかなっていうね、そういうイメージがあって今回こういう重りを、昭和してみました。そんでこの濁りですから、もうこれ釣れないんじゃないのっていうねの方、我慢して我慢して誘っていたらね、この結構手前まで追っかけてきてくれてね、それでもって食ったっていう感じでしたね。いやバスいいんだな。いやもうね、せっかく来たから釣りしないで帰るのもなんだからと思って、このもうどちゃ濁りなんですけど、ちょっとやってみようと思ってね。しかしね、この、まあ、通常の坂又でもいいんじゃねえかっていうね釣れ方だったけど、なんだろう、まあこの濁りの中でパッとね横に来たら、うわすげえリアルな魚がいる、思わず食っちゃえっていうねということにしといてくださいね。まあ存在感といい場所にしっかり入れられれば良さそうなんで、例えばカバースキャットであったり、例えばあのブルフラットであったりでも全然 OK だと思うんですけど、このどちゃ濁りなんで
まあ、この6インチが目の前にバンッと来た、よし食っちゃえっていうね、そういうイメージを狙って6インチのリアルっていうのを投入してみております。なんだろう、よっぽどそのカバーとかがこれに、なんだろう、流れてきた流木とかが絡んでいれば具をブルフラットとかにするっていうのも手だと思うんですけど、ちょっとなんだろう、この前の嵐でそのバスが立ち寄るような流木とかも流れちゃってるのかなっていう、なんかつるーんとしちゃってるんですよね、景色が。で、あと濁りも入ってるからちょっとあっても、あーしゃ食った、おーでかい、わーしゃ坂またシャットリアル、おーでかい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 、いる、いたね。いや、これバラしたくない、これ絶対バラしたくない、こういたよ化け物。ちょっと浅いところに誘導して、うわ絶対バラしたくない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 、よっしゃ使った、よっしゃーでかい、いやーリアル食ったよ、でかいの釣れました、モンスター、いやー坂又シャッドやってくれましたよ、6インチリアル、でででで、いやこれはゴジアンじゃないの、声裏返っちゃう、イエーイ、フリーリグでね1匹釣れて気を良くして、またフリーリグでね、やっていたら、いやー釣れたよ、でで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 、やっはこれはどうですか、50あるかな、ちょっとこれは測ってみたいと思います。坂又シャットリアルすげー、タックルはね、ジーニアスプロジェクトの、グラビアスに、ロデオクラフトのホワイトウルフね、引き続きね、でバリバスのアブソルートの20ポンドを入れてフリーリグでやってみております。坂又シャットリアルとデカバスか、はい、サイズはダダダダダ、まあジャスト50ってところですかね、50アップ、はい、計測したら50アップありました、50アップいただき、イエイ、いやー声裏返っちゃったな、あー手もちょっと震えてるよ、ここね、まあよく釣る場所ではあるけど50アップって釣れないんですよ、まあいろいろなんだろう条件というか、まあ春先の一時とかね釣れることはなくはないんですけど、なかなかああいうサイズってこの時期釣れなくて、それをなんだろう、でもね見えてはいたから騙しきってくれた坂又シャットってのリアルね、すごいなと思って、いやちょっとね、まあまあまあまだ手も震えてるし、しっかりね、結び直して、でライン結ぶとき自分はユニノットね、よくある結び方のユニノットの、まあ、4回通し、輪っかの中に4回通してしっかり湿らして、こういう感じですね、手が震えてゴミがしっかり回収できれば、こういうのがあるからやっぱバッスリはやめらんないですよね、ちょっと手が震えてるし、で、はい、リアルね、おー、これねガマカツのあのカバースキャットとかで使う針、34かな、こんな感じで通して、今日釣れてる肝はね、ノーシンカーでやってずっとダメだったからこんな感じ、7g の、直リグシンカーを入れてちょっとレンジを入れてます。このレンジを入れるプラスこいつのノーシンカーの軽やかなダートとかが相まって、多分ねなんかいい感じでバスを騙せているんで、ちょっとノーンソルトってことでノーシンカーとかね、そういうイメージになっちゃうかもしれないんですけど、
このリアルさを水中にしっかり入れ込んだらすごいっすよ。まあジグヘッドとかでもいいかもしれないんだけど、ここちょっとね水中のストラクチャーとかが多いとこだから、いやー、たかだか2匹釣っただけだけど、2匹でなんか掴めたな。でかいのも反応してくれたから自信ついたな。水中でしっかりと見てて濁ってるからちょっと食わせる間を取ってやる。キュンキュン動かし続けるんじゃなくて、ちょんちょんと飛ばしたらパスがガッてバイトする瞬間を待ってやるっていうね、そういう感じで、いやー久しぶりのデカバス。前回琵琶湖行っても何センチだ、もう測ってないけど多分30あるなしとかね、それぐらいしか釣れてなかったから、まさかこんな土茶濁りの地元でねえしっかりとでかいのが釣れてくれるとちょっとドキドキしております。っていうかすげえ濁りなんですよ。で前回やった時はもうちょっと濁りがきつくて丸坊主、うーん、坂又シャットリアルでワンバイトあったかな。そこからの今日で、しかもいつもやり慣れたとこでいきなり50出たんで、ここの角か、1匹だけってことはねえだろうな。ああいうのって結構固まってたりするからな。あの50センチ規模のスクールとかだったらもう本当美味しいよな。今日この濁りだからまあ誰も来ないだろうしな。いやーすげえ。で、久しぶりのグラビアスのハイパワー出ましたね。ほんとねドラグ性能がね高い。これ一番最初のグラビアスなんですけど、これはねまだ一回もオーバーホールとか出してなくてね、もうずっと使い続けてるんですけど、こういう20ポンドとか16ポンドとか気持ち太めのゴワゴワした糸をガーッと巻いて、そんでもってねこのぐらいの重さの、まあ例えば、まあブルフラットのジグストであるとかね、まあ今坂又の6インチに7グラムシンカーで、まあそんな軽くはないんですけど、こういうのをこうやって扱う釣りにはもう絶対ね。ここだけはねメタニウムとかも持ってるんですけど、この手の釣りだけはね俺未だにもう絶対グラビアスなんですよね。なんだろう、今みたいなのが来た時の安心感、うん、そう、ジグストでも散々このタックルで釣りましたけど、ああいうサイズがいざかかった時のこのね安心感がね、このね竿とこのリールだとね半端じゃないんですよね。あ、絶対しっかりと魚止めとけば絶対釣れるっていうね、うん、ここぞっていう時にバラさないんですよね。まあびっくり合わせとかで、まあ、たまにバラしちゃうこととかありますけど、まあなんだろう、これは絶対取りたいっていう魚はね、あの大会中とかも絶対取らせてくる。だからグラビアスって感じだよね。あとこのホワイトウルフもそう、あのねほんと竿のね曲がりというか調子がいいんでしょうね。これ絶対取らしてっていう魚絶対取らしてくれるからね、ほんとねこのセットね投げやすい。あーし、今気持ちよかったな。ここ入れたらもうスーントゥンゴーンっていうね、ドゥ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 ってね糸がね走ったのがね分かって、いやーちょっとねやりきれるわ。これまだね真っ昼間ですからね、これで夕まずめになった日にはもうなんかえらい事件、55釣れんじゃないのね。まあまあ機嫌よく頑張っていきたいと思います。すげえな。
ほとんどここにいるんですけど、ドンっている時の存在感がすげえんだよな、これ。なんかここにいるよっていうね感じ、なんか説明しづらいんですけど、オリジナルの坂又とはまた全然違った感じのここにいる予感なんですよね。今もまあつらつら喋っててねえ、いや何喋ってたか忘れちゃったな、なんかこれ使ってて感じたことみたいなのを喋ってたら、いきなりガーンってね糸がね当たって走り出して、いや釣れてよかった、この前スコーンってバラしたからな、ほんとラッキー。今日は下の方は捨てでもいいかもな。前はここにすげえ釣れるブッシュが入ってたけど、なんか台風で流されちゃったな。こういう、なんだろう、ブッシュとかがあれば、ブルフラット48を具にして全く同じ感じで、でもその場合は 7g じゃなくて、自分の場合 3.5g とか 2.5g のちょっと軽めの重りでやるかな。なんかふわーふわーって、あのブルフラットがふわふわと落ちていくのを出したいから、ブルフラットの時は重り軽めにして、でたまたま今日釣れたからですけど、坂又リアルの場合はなんだろう、重りもちょっと重くして 7g ですけど、重くしてチャッチャッチャッってこう目の前にバンってこのリアルな感じが現れて、思わずリアクションで食っちゃったみたいな、そういうイメージでね、ちょっとこうしっかりとタッタッってね、水中でダートしてバスの目の前で止めてっていう、そういうイメージで使ってみております。いやあ暑いな、まだまだつくつく帽子とかも鳴いてるしね。あとね、今ねこれ全部一匹の坂又シャットリアルでやってるんですけど、ノンソルトだからすごいね身持ちがいいっすね、なんかこれでさらにねアラバマの具にしたりとか、なんだろう、ジグヘッドの具にしたりとか、ワッキーの具にしたりとか、最初3匹しか入ってないのか、ちょっと高いかなって思ったんだけど、ノンソルトだからもうコスパはいいなってね、今たまたま釣れたからですけど、全然壊れないんで、そんな印象です。いやー今日は釣れる場所が一定の感じの、これぐらいの流速っていう流れがしっかり、カレントが入ってるところが当たりがしっかり出てるから、ちょっとここら辺はどうなんだろう、釣りづらいんじゃないのってイメージなんですけど、一応チェックして回ってみておりますね。え立ち木とかが見えればね、もうちょっとやりやすいんだけど、そういう感じでもないんで、ハリタキちゃんとか隠して、グラビアスだとピッチングで対岸までねしっかりいい感じでね落とせるから、あとはギア比は、これは今7、真ん中のギア比、あ、今ローギアもあんのかな、ギア比7の左巻きっていうね、か
で、竿はこれ、ロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンドっていう竿なんですけど、見た目よりね、すんごい軽くて、これぐらいの重さのこういうリグをですね、シャッシャってこう素早くリアクションの誘発する動きを出したいなっていう時とかに、こう機敏にチャッチャってこうね、チャッチャって入れられるんですよ。これあのノーシンカーのでかいヤマタヌキとか、あとカバーズキャットとかね、そういう釣りやる時もこうツンツンっていうツージャークがすごいシャープにできて、すごいねお気に入りで使っております。ストラクチャーとかについてたりしないのか。ああいうのは鯉なのかな、あれ鯉だよな、なんつってなんか泳いでるんだけどバスっぽくないんだよな。だがしかし、その正体は巨大バスであった。そういうことないないね、うん、すげえなこの2個。あ、でもね、フリーリグね、俺のこのタックルだとすげえこれ 7g 使いやすいな。すげえ遠くにも入るし、うん、もうちょっと透明度あったら 3.5 とか 5g でも試してみたいけど、まあ一番フリーリグで自分のタックルでなんかイメージがつきやすい 7g シンカーでねやってみております。イメージとしてはリアルな坂又シャットがこの土茶濁りのバスの目の前にスイッとね突然現れて思わず口開けちゃうみたいな、ね、そんなイメージ。いいとこ入れば絶対あると思う。こういう時にあと聞くのがジグストで具大きめのね、そういう釣りですよね。あ、自分だとあのなんだっけ、コンツアージグにブルフラットの、4.8 インチを組み合わせたようなので、こうもうその場合は止めないでひたすらバタ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 やって、もうバタ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 バスの目の前をいつか通ってくれるのね。で通ったら結構スカーンってね口開けて食ってくれるんで、そういう釣りが一番この手の濁りだと得意なんですけど、まあそんであとはこれにねザーッとした雨とかが混じったらブルフラットのサイズを 5.8 とかに上げて、で同じように狙ったりね。イケイケの時はね、もう 5.8 インチとかでも口の奥までね丸飲みみたいなバイトしてくれますからね。そういう時はまあもちろん 4.8 の方が食わせやすかったりするんですけど、っていうよりもなんかもうすごいベストな状況だから、もう 4.8 でよく釣れるサイズはちょっと省いて一発大物狙いで 5.8 とかね。逆にやったことなくて今後試してみたいのは、あの金空のでっかいやつとかね、ああいうのを存在感出してで食わせるみたいな釣りも覚えてみたいんですけどね。あのあそこら辺の釣りがまだあんまり得意じゃなくて、まあ今後の課題だなっていう感じですけど。ああ、もう、ちょっと絶好の場所でバイトなかったな
さどうするか。ちょっと初めてだから合ってるとも外れてるとも分かんないけど、でも絶対いいと思うんだよな。もう一回ちょっと上から打ち直してます。おっしゃ、おっ、くっつた。おお、坂またリアルくってたよ。よいしょ、どっこいせー、イエーイ。あと、はーい、坂またシャッドリアルバスね。え、うわー、いいね、君すげー引きだって、糸がねスーって横に走って、いやー、いいね。フリーリグで試してみております。じゃあね、はい、逃がしてあげます。坂又シャットリアルフィッシュ、イエーイ。よーね、こうフリーリグマジやべえな。ちょっと顎割れちゃったから刺し方ちょっと奥刺し。いるんだね、いるんだね。よし、はい。でねタックルなんですけど、こういう感じで、グラビアスのねギア比 7.3 対1のものにロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドねに、糸がアブソルートのクロロカーボン20ポンド。これで際に入れて、今ミドスト気味だったのかな。ちょっとねミドスト気味に誘ったらもう糸がねふわってね自分の思ってるのと全然違う方に行ったんで、カラー合わせしたら加えてくれてましたね。いやほんとよく釣れんのこれな。はい、ということでね、デプスの最新坂又シャッドリアル6インチノンソルト、これをねフリーリグで使って50アップも含めてね結構いい釣りができたよっていうことで、この後ねまだね結構魚いっぱい釣れたんで、そちらもねタイミングで動画には、まとめていこうと思うんですけども、まあ全部ねやっぱりねフリーリグで釣れております。ぜひねこんな使い方ででっかいの釣れたよとか、こういう感じはどうかななんてありましたらコメント欄でね、教えてください。自分もね、何かいい使い方とか見つけたらまた動画にまとめていきますので、とにかくね本当今年初めてなんじゃないかな、50アップのねバス釣れたんで一発でね大のお気に入りになりました。その他にも結構いろいろなルアーを実はローテーションしてるんですけども、この濁りの状況であったら本当にねこの坂又シャッドのねリアルにしかねバイトが出ないような状況だったので、がぜんねお気に入りのルアーになりました。またねタイミングタイミングでいろいろね動画アップしていきますので、ぜひですねいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではね本日の釣りコー TV は、これで終了となります。それでは。